ヒュー・オニール第2代ティロン・ハクヒュー・オニールは、アイルランドのオニール一族の族長。イングランド・チューダー朝によるアイルランド征服に対抗して、第10代キルデア・ハク、トマス・フィッツ・ジェラルドの反乱以来イングランドを最も、脅かせたアイルランド9年戦争を指導したことで、知られる。ヒュー・オニールは、イングランドから、族長の家系と認められ、ティロン・ハクの釈意を授与された。 オニール一族の不兄集団の出身。父親は、初代ティロンハクコンオニールの被着室師と噂されるマシューで、ヒューはその次男だった。アイルランドの法体系では、着室、被着室は、問題とされないにもかかわらず、マシューの弟にあたるシェーン・オニールは、ことあるごとに、マシューの被着室問題を取り上げた。しかし、マシューは、今から、息子と、 認知されていたため、シェーン同様、オニール一族の族長権を持っていた。こうした継承に関する争いの中で、マシューが、シェーンの仲間に殺害された。コンはこの危機的状況の中に、ヒューを置き去りにして、自分の領土から逃げ出した。ヒューが頼ることができたのは、ゲール人一族の自治力を弱め、幸福と最受風政策によって、イングランドのシステムの中に、 ゲール人を組み込もうとしていた、イングランドの手先のダブリン行政府しかなかった。1562年には、ヒューの兄弟ブライアンがシェーンに殺された。ヒューは、ブライアンの後を継いで、ダンガノン男爵になった。ヒューはイングランドではなく、ザペールで、ホバニードン家によって養育された。1567年に、シェーンが死ぬと、アイルランド総督さんヘンリー・シドニーの保護でヒューは、 アルスターに戻った。ティロンでは、ヒューのいとこ、ターロック・オニールが、シェーンの後を継いで、オニール族の族長となっていたが、イングランドはそれをもってターロックを、ティロンハクとは認めなかった。イングランドは、アルスターを支配する、ゲール人同盟者として、ヒューを正当なティロンハクとして支持した。1580年、マンスターで起きた第二次、デズモンドの反乱で、ヒューは、 イングランド軍に混じって、デズモンド博、ジェラルド・フィッツ・ジェラルドと戦い、1584年には、アルスターのスコットランド人と戦うサー・ジョン・ペロットの、火星をした。1585年、ヒューは、ティロン博として、ダブリンのアイルランド総特定での会議へ招かれた。1587年、イングランド王宮への訪問後、ヒューは、初代ティロン博である。 ソフコンの土地を受風された。ター・ロックとの絶え間ない論争は、オニール一族の力を弱めたいイングランドによって助長されたが、ヒューが勢力を伸ばし、1595年、ター・ロックが、オニール一族の族長から退位する頃で合意を見た。タリーホッグで、ヒューは、昔のゲール王たちのしきたりに従って、オニール一族族長に就任し、アルスターで最強の貴族になった。 ヒューの生涯で特筆すべき点は、その二重性である。ある時は、イングランドの権威に服従し、ある時は、他のアイルランド貴族たちとイングランドに対して、謀反を企ってた。若い頃は、ダブリン行政府に完全に支持されていたが、ヒューにとっては、イングランドとの同盟も、アイルランドの反乱も、身の安全を保障してくれるものではなかった。その予感は的中し、 1590年代の初め、イングランド政府は、ニューリー在住の入植者、ヘンリー・バゲナル指導による、地方行政制をアルスターに導入した。1591年、ヒューとバゲナルの妹メイベルとの駆け落ちがバゲナルの怒りをかき立てたが、1593年、ベリークでのヒューマグワイヤとの戦いで、ヒュー・オニールは義兄を軍事的に支援、勝利し、 バゲナル及びイングランドに対する忠誠心を示した。しかしメーブルの死後、ヒュー・オニールは徐々に現状への不満を募らせ、1595年、イングランドとは1585年から戦争状態にあり、アルマダの海戦の復讐に燃えるスペイン及びスコットランドに援助を求め、反乱を起こした。イングランドは反乱の鎮圧のため、 サージョン・ノリス率いる大軍をアイルランドに送ることにした。しかし、その準備が整う前にヒューは、ブラック・ウォーター要塞攻略に成功した。このことでヒューは、弾道区で裏切り者の宣告を受けた。この反乱が、アイルランド9年戦争の幕開けであった。レッド・ヒュー・オドンネル・エッセックス・ハク・マウント・ジョイ男尺、チャールズ・ブロント・ヒューは、傭兵に頼るより、 むしろ人民を武装化させるべきというシェーンの方針に従ってスペインとスコットランドから提供された火縄銃と火薬で立派な軍隊を作り上げた。1595年のコンティブレットの戦いではイングランド軍を待ち伏せ総崩れにしたイングランドに衝撃を与えた。ヒュートタのアイルランド族長たちはフェリペニ世に対してアイルランド王になってくれるよう要請したが フェリペ二世はそれを断った。オドンネル一族はかねてから、オニール一族の旧敵であった。しかしヒューは、そのオドンネル一族の族長レッド、ヒューオドンネル。その父、ヒューオドンネルは、シェーンの同盟者かつ敵であったと同盟を結び、二人して、フェリペ二世と連絡を取り合った。しかしその手紙の一部が配達の途中で、サー・ウィリアム・ラッセルに奪われた。 手紙には、カトリック教会に対して、アイルランド人の政治的自由と道徳心の自由を訴え、支持を交う内容が書かれていた。1596年4月、ヒューはスペインから支援の約束を取り付けた上で、一転、イングランドに対して、忠誠を誓った。現状では、イングランドとの妥協が得策と考えたからである。この方針は成功だった。 サージョン・ノリスはヒューをイングランドに連れて行こうとしたが、ヒューは2年間それを延期させ、自国領内に留まった。1598年、休戦が決まり、ヒューはエリザベス一世から正式の恩赦を得た。しかし、その2ヶ月後にはヒューは再び戦場にいて、8月10日には、ブラックウォーター川のイエローフォードの戦いで、イングランド軍を壊滅させ、その戦闘で、 ヘンリー・バゲネルは戦死した。これはアイルランドにおける、イングランド軍の痛手のうちでも最大級のものだった。もし、ヒューが、この戦勝をうまく利用することができたら、アイルランドのイングランド軍を打ち負かすことができたかも、しれない。なぜなら、イングランドに対する不満はあちこちで紛失していて、特に南部では、ジェームズ・フィッツ・トマス・フィッツ・ジェラルドが、 デズモンド博の権利を主張していたところだったからである。ヒューの戦場における指揮官としての名声はヨーロッパでも次第に高まりつつあったが、現実的には外国の干渉が必要で、それはまだヒューにはできなかった。イエローフィールドの戦いの8ヶ月後、新たにアイルランド総督となったエセックス博、ロバート・デバルーが17000人の大軍を率いて、 アイルランドに到着した。しかし、エセックス博は失敗と敗北を重ね、1599年9月7日、ラガン川の要塞で、ヒュート和平交渉をし、エリザベス一世の承認を得ず、独断で休戦を決めてしまった。エセックス博がお気に入りだった、エリザベス一世もこれには失望し、エセックス博は、その後、反逆罪に問われ、 武装放棄にも失敗し、ロンドン島で処刑された。一方ヒューは、マンスターのアイルランド人指導者たちと協定し、アイルランドのカトリック教徒に反乱への参加を呼びかけた。1600年1月、ヒューは、イングランドのマンスター植民地を破壊すると、北部のドネゴールに向かい、そこで、スペインからの供給品と、ローマ教皇クレメンス8世からの激励を受け取った。 この件では、論争的なイエズスカイ氏、ジェームズ・アーチャーのスペイン王宮での名声が、効果的に機能していた。1600年5月、サー・ヘンリー・バウクラを、指揮官とするイングランド軍が、デリーで、ヒューたちの背後をつく、戦略的吸収を成功させた。一方、新しく、アイルランド総督となった第8代マウントジョイ男爵。 チャールズ・ブロントがウェストミースからニューリーまで進軍してきたため、ヒューはアーマーまで撤退を余儀なくされた。反乱者の逮捕に対して、生死を問わず莫大な懸賞金がかけられた。現代のキンセール1601年10月、伸び伸びだったスペインの援軍がアイルランドに到着した。しかし、ドン・フアウンでアギラが指揮するスペイン軍が占拠した、キンセールは、ヒューのいる北部とは、 正反対のアイルランドの南の端だった。マウントジョイは南に急ぎ、ヒュートードーンネルも冬の厳しい寒さの中、軍を二つに分け進軍したが、サージョージカルーが守備する領域を抜けなければならず、途中で指示は得ることはできなかった。バンドンで二つの軍は合流し、スペイン軍を包囲するイングランド軍を攻撃した。イングランド軍は、セキリア、 玄関の中の野営で満足に戦える状態ではなかったが、アイルランド軍は包囲されたスペイン軍と十分に連絡を取ることができず、さらにイングランド騎兵の勇敢な突撃に驚き、たちまち分散、撤退してしまった。スペイン軍もイングランドに降伏した。このキンセール包囲戦の敗北でヒューたちが戦争に勝利する可能性はなくなった。オドンネルは、 さらなる援助を求め、スペインに渡ったが、間もなくその地で亡くなった。ヒューは残った兵を引き連れて再び北に戻ったが、領地を守る一方で、表面上でも許しを請う方針に切り替えた。イングランド軍は1601年から1602年にかけて、アルスターの作物、家畜を荒廃させ、ヒューの力は致命的に弱まった。 1603年の初め、エリーザベス一世は、マウントジョイに反乱貴族との交渉を始めるよう命じ、4月、ヒューは、マウントジョイに服従を示した。実はこの年3月に、エリーザベス一世は放御していたのだが、マウントジョイは、交渉が済むまで、それを伏せていた。ヒューは、マウントジョイと共に、ダブリンに行き、そこで、ジェームズ一世が新しく、王になったことを知った。 6月、ヒューは王宮に行くが、その時、レッドヒュー・オドンネルの後を継いで、オドンネル一族の族長になったローリー・オドンネルを、同伴した。イングランドの帝臣たちは、死王が、ヒューたち反乱者を丁重に扱うのに激怒した。ヒューの爵位と辞書は守られることになったが、ヒューをアイルランドに帰国させるかどうかで、政府内で論争が始まった。結局、ヒューの権利と力を、 コモンローによって制限する方針で帰国は認められた。しかし、ヒューの封建家臣に関する権利についての議論は、もつれにもつれ、1607年、ヒューはこの問題を王に訴えようとロンドンに出向いた。しかし、警告を受け、逮捕されそうになった。そして、アイルランド史でも有名なエピソードの一つ、白尺の闘争が起こった。おそらく1603年に、 ティルコネール博を創設されたローリー・オドンネルの説得もあったものと思われる。スペインとの関係はローリーをのっ引きならない立場に追い込んでいた。1607年9月14日、深夜、ヒュート・ローリーはスーリー湖のラスミューランからスペインに向かって出港した。妻、家族、親類を含めて、総勢99人での亡命だった。逆風で東に運ばれ。 セーヌ川に避難し、オランダで越冬した。そして1608年4月、一行は、ローマに到着し、ローマ教皇パウルス5世の手厚い歓迎を受けた。ローリーはその年のうちに亡くなった。スペイン王フェリペ3世の支援を期待した、ローリーの望みは、フェリペ3世が、ジェームズ1世との平和を維持したかったため、実現しなかった。当時スペインの財政は苦しく、 艦隊は、オランダとのジブラルタルの海戦で、ヒューたちがアイルランドを出る、数ヶ月前に壊滅していた。このことは、この亡命が、衝動的で計画を練った上ではなかったことを、暗示している。1613年、アイルランドの議会によってヒューは、放送室宣言を受け試験を剥奪された。1616 16年7月20日、ヒュー・オニールは、ローマで亡くなり、 サンピエトロイン、モントリオ教会に埋葬された。9年間の亡命生活を通して、ヒューはアイルランドに戻るため積極的に動き回り、また、イングランドをアイルランドから追い出す方法と、ロンドンからの許しの提案についてあれこれ、思い巡らした。ヒューの死を受けて、アイルランドの宮廷詩人たちは、詩人たちの論争に没頭した。ヒュー・オニールは4回結婚していて、着出。 被着室の子供たちが大勢いた。その一人ショーン、またはジョン・オニールは1616 16年スペインのフェリペ3世に第4代ティロンハクと認められた。ジョンはスペイン領ネーデルラントの連隊長としてその一生をスペインに奉仕した。また、アイルランドカトリック同盟の指揮官の一人でアイルランド同盟戦争でイングランドと戦ったオーエンロー・オニールは追いにあたる。 ありがとうございます。